大宮アルディージャ対 FC 琉球第2節のゲームをお伝えしてきました。まあ、両チーム合わせて7点が入ったというゲームになりました。まず前半16分です。琉球の先制点です。中川がつないで最後は田中でした。そうですよね、何度も言いますけども、はい、上里の縦パス、ね、中川がしっかりコントロールして振り向いてこの仕掛けですよね。よく田中も追い越してこの、ね、シュートも冷静に決めました ね。まあ、2試合続けて琉球は先制点を取ったということになります。ただその3分後大宮が追いつきます。このフリーキックからです。そうですね、まあ、本当にこの、まあ、あの山越 の、ね、このヘディングの折り返しのスピードですよね、はい、あの本当に、まあ、合わせるだけだったと思うので、折り返しがやっぱり素晴らしかったですよね、まあ、もちろんこのね、大前のキックも精度も良かったですけどもね、はい、非常にセットプレーはこうデザインされているなという感じがありました。でこの石川のいいターンからチャンスを作って、うん、ファンマのビッグチャンスでした。これ、ね、まあ、本当にいいターンからセンタリングもねドンピシャに合わせたんですけども ね、これやっぱりこういうのを決めないとやっぱり、ね、なかなか流れを持ってこれなかったのかなという感じはしますね、はい、41分です。琉球の46分です。大宮のチャンスです。そうですね、これが惜しかったですよね。なかなかこう前半では見れなかった中村のクロスですよね、はい、そこからの大前のヘディングだったんですけどもね、惜しかったですよね。まあ、後半まずこう行くぞというところを見せた大宮でした、うん、そうですね。琉球が54分、このチャンスでしたが、中川のシュートは笠原がセーブします。ね、このコントロールから、まあ、シュートはねもうちょっと笠原が読んでましたけどもね、はい、もういいターンからのシュートでしたよね。で流れは大宮にあったんですが、琉球がここで再び勝ち越します。56分です。そうですね、まあ、シュートだったと思うんですけども、ね、そのボールを、ね、なんかしっかりコントロールしてですよね、これなんか見えてないと思うんですけども、はい、ここにねしっかりね走り込んでましたよね。田中、中川、鈴木と渡りました、うん、しっかり冷静に流し込みましたね、でその勢いのまままだ琉球勢い止まりません。2分後58分です。西岡が高めに取って田中、うん、そして西岡回って、うん、ここですよね。これはストライカー鈴木さすがですね。そうですね、まあ、本当に、まず西岡がねこうどうしまず走ったボールですからね、はい、でこのターンから、まあ、言ってましたけどもしっかり足の裏で止めることを意識したっていうシュートですよね。ここのトラップですよね。で最後シュートあとはもうゴールが多分頭の中にあると思うのでシュート打ったのが入りましたね。鈴木は2試合連続でこれで4ゴールということになります。で61分また1点入ります。もうそうですよね、今見るだけでもね琉球の選手が6人に対して大宮の選手が4人ですからね、その辺のやっぱり切り替えですよね、琉球の選手のね、その1点がねここに出たのかなっていう感じがしますよね。上条が J2 初出場で初ゴールを決めました。まあ、結果的にこれが決勝点ということになります。そして85分です。ペナルティーエリアの中で大山が倒されます。そうですね、ここ一発目はね西岡がよく止めたんですけどもね、この後、足がねちょっと引っかかっちゃいましたかね。その後の PK 87分富山です。まあ、冷静でした。はい、これはね本当にもうキーパーの動きを見て冷静にね蹴り込みましたね、はい、かなりイケイケになっていた大宮です、うん、90分プラス1分、大山坂井と良かったですよね。走り込んでいた渡部です、うん、しかも富山が入って、まあ、やはりしっかり前でねボール受ける動きができるようになりましたよね。その中からまた追い越していくっていう選手がね出てきたことによってやっぱり勢いがね大宮の攻撃の勢いが出ましたよ ね、はい、まあ、ね最後冷静に決めましたよね。まあ、点を取らなきゃいけないというところのその勢いというのは、うん、はい、本当に見事でしたね。そうですね、まあ、その後のビッグチャンスもあったんですけれども、琉球のカルバハルの好セーブも